田村直美の好きで何が悪い。聴いていただいた曲はサンタクロースイズカミングトゥータウン、マライアキャリー、イエーイ。第3土曜日、田村直美の好きだに始まりましたよ、ね、イエーイ。クリスマス、あんまりクリスマスっぽくないんだけど、なんでなんだろうね。街もそんなにクリスマスっぽい感じがしないんだけど、みんなまだ自粛してるのみたいな感じなんだけど、私の周りだけなのかな。なのでね、今日の好きなにはもうクリスマス尽くしにしてみました。選曲はクリスマスオンリーで行ってみたいと思いますよ。そして今日なんかすごい寒いって言われてなかった？すごい、私ね、雪だるまのように今日着込んで、もうどこからのどこも隙間もないようにしてきたんだけど、意外とみんな薄着で歩いてて、あれ私おかしいかなとか思いながらいるんだけど、みんな意外と薄着だよ。そうなんだろうね。さあ、そしてね、今日来る時にね、面白いもの見ちゃったんだけど、さすが土曜日なのか、まだでも冬休みでもないと思うんだけど、小学校ぐらいの男の子がね、ちょっとお昼ぐらいに歩いてたんだけど、ハンバーグの看板がありまして、ハンバーグが食べたかったみたいで、ハンバーグを指差しながらくねくね踊りをしててなんだこいつと思いながら見てたんだけど、でお母さんがどこからやってきて、やめなさいなんて言って連れてかれて、違うとこご飯に連れてかれる感じだったんだけど、彼はどうしてもあれが食べたいみたいで、また戻ってきてね、2回やってましたよ、くねくね踊り。あの、これは何だったんだろうな、ちょっと刺激が強かったな私にはすっごい可愛かったです。いや、あれ見てね思った、来年の目標はね、本当心のままに生きていこうって、カメラ目線、心のままに生きていこうとね、思いましたって感じ。さあさあ、いつもまあ毎年12月ぐらいまではさ、なんとか寒くてもなんとかなるよねなんて、今年このぐらいかよなんて思ってるとさ、1月2月すごい寒かったりするじゃない。なんだけど今年ちょっとやっぱりひんやりしない、足元とかなんかひんやりしてる気がするんだけれども、これなんだろうね。だから私聞き込んできたんだけど、みんなひんやりしてないですかね。すごいみんなに聞きたい、ひんやりしてませんかってすごいね、まあ聞きたいんですけれども、とにかくお布団からなかなか出られない時期がやってまいりましたよ。布団が私を離さないっていうふうに言ってるんですけどね、まあ毎年言ってますよ、ね、でもまあ考えれば今が一番寒い時期だからね、夜が長いっていうの、冬至で12月の22日今年はそこでこうイーブンになるって感じなんでしょ。なんかね、昼と夜がイーブンになるみたいな感じなんだけど、冬至ってさ、みんな何してんの、なんか考えてやってんのかな、ゆず湯に浸かるとかさ、かぼちゃを食べるとかさ、食べるってこれ丸ごと食べてるけど、食べるとかさ、おばあちゃん私なんかね、うん、あと何、小豆がゆとかは食べないのかな、お汁粉でいいか、小豆がゆだったらね、お汁粉じゃダメなのかな、ちょっと分かんないけど、まあ、12月22日すごくなんかでもいい、2022年の12月22日はとても良いパワーのある日だみたいなことを、まあ、毎年言われてるんだけど、言われてるのでね、なんかちょっといいことあるんじゃないのなんていうふうに思ってますよ。さてさて、まずは YouTube の皆さん、お元気ですか。今日も元気だ、みんな元気だ、急激に寒くなったもんね。そう、カメラ目線ありがとうございます。そうなんだよ、バッチリ言っとくことはカメラ目線で言った方がいいかな見てるぞ、違うね、見られてるんだよね私がね、見られてるぞみたいな感じです。さてさてさて、ではではでは、今日のね、早速テーマに行ってみたいと思うんですけれども、本日のテーマ、2022年あなたの嬉しかったことを教えてということでさ、人って本当不思議でさ、1年12ヶ月あって、時間軸が本当おかしいんだよね。つい昨日のようなことが、なんか何年か前のことはつい昨日のことのような気がするって言いながらもさ、今年何があっただろうって考えるとさ、1月2月とか春のあたり全然忘れててさ、やっぱりすごい近いところでのワクワク感みたいなのなんか思い出してね。私ももう私の嬉しかったことったらあれしかないさみたいなとこなんだけど、みんなもきっと同じようなことを思っててくれてんじゃないかなっていうふうに思うので、後でねこれ一生懸命目いっぱいギリギリまで読んでみたいと思いますね。たくさんメッセージありがとうございます。ということで、番組やってる間もね、どしどしメッセージくださいって感じかなね。じゃあさあ、
じゃあさあやっちゃうもんいいの言っちゃってOK, OK. じゃあそういう感じで、ね、まずはメッセージの、ね、宛先言っておきましょうか、メールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp までくださいという感じです、ね、YouTube でも、ね、この好きな庭見れるので、ね、見てください。今、ね、みんな一生懸命、ね、見てくれて、ね、メッセージもくれているよ。ちゃんと読んでるからね。これタイムラグがあるからさ、どうって聞いた時にちょっとしばらくしてからねお返事が来るところもだいたい笑えるなって思ってやってるんですけれども、今日も楽しんでいこうと思います。ではでは、まずは2曲聴いてください。さあ聴いていただいた曲はクリスマスタイムインブルー佐野元春さん、そしてシンパシー普天間香織さんね。先月に普天間さんね来ていただいて、確かクリスマスの時にねライブコンサートをするって言ってたので、昼間は普天間さんのライブを見て夜はクリスマスディナーを楽しむみたいなこと言ってたよねもう今リハーサルでふーってやってるんだろうねきっと ねリハも楽しいし本番も楽しいしやばいよね本当本当。さあ今ねこの2曲かけてる間にですね、ユミさんという方がね YouTube の方にメッセージくれたんですけれども、姉さん聞いて聞いて、そうなの、聞いて聞いてっていうコーナーがあるのよ、あるあるあるのよね、聞いて聞いて聞くよ今年一番嬉しくて楽しかったことは初の生村民集会に参加できたことです。来年の目標はテンパックなのでたくさんライブお願いします。いいね、初の生村民集会っていう、生村民集会に変えようかな名前村民集会じゃなくて生村民集会って、なんかますます生々しい感じがして、一歩近寄ってるみたいな感じがしてね。ユミさん、あのね、もういい話ですよ。5月の12日の金曜日テンパックありますからね、ぜひ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 いらしてくださいね。さあさあ、そしてね、このもう一つこのね、群馬のブーコさんのね、このメッセージちょっと読みたいのよね。これどこに出してんだかよくわかんないんだけどこんにちは、テーマなんだっけから始まっててなんだみたいに思ったんだけど、今日ね、テーマはね、あなたの嬉しかったことです、今年のね、なんですが、ねえねえ直美生さん聞いてっていうので聞きますよ、聞く聞く。うちの旦那ええ格好し、このタイトル絶対読みたいじゃんねということで、群馬のブーコさんからいただきました。うちの旦那ええ格好し、ハンカチで自分をせっせと、ハンカチを、ね、自分でせっせとアイロンかけて、毎日作業着の下のシャツも変えて、マフラーも変えて、毎日違うのをして会社に出かけてます。フレグランスの柔軟剤に女物のシャンプー、極めつけは私が牧原紀之さんが使っていたらしいと勧めたクリニークのハッピーもシュッてモテないよりはいいけど奥さんきっとおしゃれなんでしょうねと、全くおしゃれではない私、群馬のブコですみたいなこと書いてくれてるんだけど、いいじゃんね旦那おしゃれなの、ええかっこしいじゃないよ、ええかっこしいじゃないよ、これちょっといい話、好き好き、なんかクリスマスっぽいね、聞いていい？テーマは今年のテーマは違うからね、今の今日のテーマは2022年あなたの嬉しかったことを教えてなんだけどね、いいよいいよ聞きました、旦那ええ格好しいいじゃないですか、そのままそのまま旦那どしどしええ格好ししてください、さあというわけでね、聞いて聞いてもそうなんだけど、やっぱりね嬉しかったことをみんなすごい書いてくれてる。いや私も全く同感なんだけどね、あの365分の1の話でしょって感じなんだけどね、え本当1本だけのライブでしたが、時間いっぱいガシガシ読んでいこうかなというふうに思っておりますよ、思っておりますよ。では行ってみましょうかね。ではここからは本日のテーマに行ってみたいと思いますよ。2022年あなたの嬉しかったことを教えてということで、行きますね行きますね行きますね。滋賀のねマチューさんからいただきましたよ。マチューさんこっちにいるよね、こんにちは、ね、こっちか、こんにちは、PC には手振ってましたね私、こんにちは、こっちじゃないこっちや、こんにちは、ね、マチューさんベタでごめんなさい、だけど教えちゃうって教えてください。それは姉さんの生歌をついに聞かせてもらったということです。
そうなの？あ、そうなの？バレてると思うんですが、40年以上あるギタリストさんに惚れているのですが、それは知ってる。そのライブはギタリストさん2割、姉さん8割のガン見でした。本当めっちゃしびれました。星降る夜の東京も生で聞けたし、2022年はこれで決まりでしょう。これからも頑張んしびれさせてくださいね、というふうに書いてくれています。ありがとう。知ってるよ、40年以上のギタリストさんのことは。でもそんなのにもかかわらず、姉さん8割見てくれてありがとう。多分私前に出ちゃってたんだろうね。彼の前に出ちゃってたんだろうね。お邪魔してますっていう感じなんだけど、嬉しいよね。ライブは本当嬉しいです。私もすごく楽しかった。あの1曲目に出てってさ、あの1曲目の曲、みんなでこう手を振る曲だったんですけど、試しにっていうか、つい手が動いちゃったらみんなやってて、これえやめられないよねと思ってずっと一緒にやってたんですけど、あれテンション上がるね。すごい楽しかったな。あとでバンマスにも言われたもんね。あれ1曲いいよ翔太って言うから、じゃあ次もあれでやりますかとかって、いやそれはどうかなみたいなことを言われたんだけど、私的にはすごく楽しかったんだけどな。さあどしどし行ってみましょう。今日のテーマです。これはうたた猫さんからいただきました。こんにちは。先週は天白ライブお疲れ様でした。ありがとうございましたってね。初参加の連れ合いもノリノリで、5月のスケジュールも確認してましたよ。だから今年嬉しかったことは天白のライブに行けたことに間違いはないのですが、他にもいろいろなライブに連れ合いと参加したことかな。ヒューヒュー、何今日みんな、さっきのブーコさんにしても、なんか今日のろける日なんか。じゃあいいじゃないですか。それと本当は先月もメールしたかったのですが、自分へのご褒美も毎日がご褒美です。そのくらい毎日充実している日々を続けているためにも、ヨガで心も体も健やかに過ごしたいと思うので、来年もまたよろしくお願いしますってね。ヨガにね参加してくださるうたた猫さんなんですけど、いいよね。なんかこう旦那とか連れ合いとかパートナーとかコンサート一緒に行くとか、どう遠藤ちゃん。なんかこうクリスマスに向かって願いをかけておくと、来年ぐらいに神様が「えい!」って叶えてくれて「えい!」ってやってくれて「えい!」ってやってくれてなんないかな。ちなみにエンドちゃん好きなタイプはどんなんや、どんなダーリンが、うん、今エンドちゃんの好きなタイプ聞いてる。生放送中に聞いてる。優しい人だよね。そうかそうか。例えばどんな優しさ？あ、なるほど。あ、そうなんだ。割と二人きりになるとインドちゃん喋るタイプの。こう二人、私と一緒にいると結構受けてくれるタイプの感じに思ってたけど、喋る。喋る。うん。あ、引き出してくれる人ね。あ、なんかちょっとこう無口だね、エンドちゃん。受けのタイプなんですけど、そんな私のねちょっとこう楽しいおしゃべりを引き出してくれる人募集してます。よろしくお願いします。神様クリスマスだからね、もう1ヶ月クリスマスやればいいかなって思っているので。さあね、もう一ついきましょうかね。これは香里さんかな、からいただきました。姉さんこんにちは。本日のテーマ、2022年あなたの嬉しかったことを教えてですが、9月に行われたライダーチップスの野村芳生さんとリッキー君のプチップス、これのライブに姉さんが飛び入りで歌ってくれたことです。なるほど。姉さんが出てきた途端にびっくりして泣いてしまったわよ。あのデュエットが生で聞けたし、乾杯も見られたし、幸せすぎました。それともう一つは、先日の今年最初で最後の天白ライブに参加できたことです。みんなで一緒に姉さんのハッピーバースデーもできたし、来年の嬉しい告知も聞けたし、大満足です。特別なライブに2つも参加できたので嬉しいどころではないです。いつも素敵な歌をありがとうございます。来年もいろいろ行きますよっていうふうに書いてくれてますね。ありがとうございます。そうなんですよ、9月にね行ったんですよ。チップス あのライブにね混ざらせてもらいまして、マンダラン、東京のねマンダランにね行かせてもらいました。そう、吉尾さんがね後で言ってたの、終わってからね、ライブ終わってからなんか泣いてた人いたよって言ったから、逆に嫌だったのかなって、その2人の世界をにこう間割って
なんか女子だっけ私これあんま女子っぽくないんだけど、こう入ってきたのがなんか嫌だったのかなって私は逆に言ってて、大丈夫だと思うけどねなんて吉尾さんに慰められていたんですけれども、もしかしたらその香織さんの涙を吉尾さんがでチェックしてあれだったのかもしれないね。そう、乾杯はねこの曲の間に乾杯ってリッキーさんってやる瞬間があってグラスをお借りしてやりました、ね、あそこの乾杯だけはなんとかリハーサルしましたなんか強くやったら割れちゃうような気がしてね、怖かったので。そしてやっぱりテンパックね、ほんと楽しいよね。テンパックのねライブの途中で私のねお誕生日ハッピーバースデーね、やってもらいました。だいたいケーキが出てくるのってほら後半戦じゃない、なきゃちょっとテンパックおかしいんだよね、テンパクらしいでしょとか言われたんだけどね。ちょっと詳しくはじゃあまた一曲や聞いてもらってからにしましょうかね。ではでは行ってみますよ、ベイビーズリクエスト、ウィンクス、聞いていただきましたよ。ちょっとこの曲好きなんだよね私いい感じでこうね首を右に左に振れるんですが、音楽聴きながらさパッと外見たらえ暗いみたいな4時半でこんな暗いんだね、ちょっと本当びっくりですが、これからでもだんだんとねまたね日が長くなっていくから。というわけでさっきのね香織さんのメッセージから言っているわけですが、この間のテンパックのライブの時にケーキ出していただきまして、イエーイお誕生日おめでとうってねみんなで歌ってもらって嬉しいなんだけど、もうね初版なの、始まってまだ数曲しか歌ってなくて行くで行くでとか思ってる時にケーキハッピーバースデーって言われて、え今って言いました私ここでみたいなそしたらテンパクらしいでしょっていう風にね言われたんですが、ね、油断ならないテンパクっていう感じです。そうそう、今ねリッキーさんの話をね、他にもねリッキーさんとのなんか、曲良かったよって言ってくれる人がすごいね言ってくれたんだけど、このおさっぴさんもねメッセージくれて同じように書いてくれてるんですが、おさっぴさん読んでみますね。昨日あ吉尾さんがツイキャスで話してくれたからかな、昨日吉尾さんのツイキャスで星降る愛の東京が流れて、大阪で撮った動画の最初の動画の最初だけ見せてくれましたと。で2人には送ってるんだけどどこにもアップしてないから2人はダメなんじゃないかなって言ってました。お二人ともすっぴんだったんですか、ぜひ見たいのでよろしくお願いしますとか。これは想像するにそのツイキャスの中でその吉尾さんのそれが流れて、リッキーさんと一緒にデュエットしてるのが流れて、私確かにもらってます、もらってるけど私もリッキーさんも SNS に上げてないから2人はこの動画は上げないでって言ってるんじゃないかって話で、きっとねなんかそういうことなんじゃないかなと思うんだけど、どうとも聞かれてないからありがとうってもらってはーんって見て楽しんでたんだけど、なんか返事返さなきゃいけなかったってことこれいいよとか、こっちが上げなきゃいけなかったってことか、そういうこと、それは知らんかった言ってよみたい、ね、ちょっともう一回じゃあ見直してみますリッキーさんと相談だそんな感じでね、おさぴさんは、嬉しかったことももちろん書いてくれてますよ。2022年の嬉しかったことは、2月から通い始めたウクレレ教室の皆さんとウクレレのイベントに参加して、横浜千葉江ノ島のステージで演奏ができたこと、すごいじゃん。そして小錦さんと写真を撮ってもらった、いい思い出です。それは素晴らしいよ、よかったね、それはすごいいいないいな、私も小錦さんと写真撮りたいね、いいないいな。そんなおさっぴーさんからのメッセージでした。もうちょっと行ってみましょうか。本当にね今日のテーマは2022年あなたの嬉しかったことを教えてってことで、次は K さんからいただきましたよ。2022年嬉しかったこと、今年は翔太にたくさん会えてライブもたくさん行けた。ソロのライブでしょ、村民集会でしょ、テンパックに、それからボーリング大会、これねファンクラブのボーリング大会やったんですよ。で他にもここで何度かメールも読んでもらえて嬉しかったことがたくさんあった年だったな。リッキーさんとの幻のデュエットも見ることができたし、ツーショット写真も本当に嬉しかったな。来年も今年以上に翔太に会えるといいなって、嬉しい。 K さん会えます、会いましょうたくさん会いましょうこういう時にカメラ目線で会ってんだよね。いや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 、ボーリング大会ね、私も忘れもしないんですけれども、みんなね多分世代が近いのか、ボーリングにもすごい熱中してて、ほら
一応ファンクラブ、田村直美さんのファンクラブのイベントだから、私はこうカメラじゃないわ、マイクを持って皆さんにどうですかとか、こう楽しんでるみたいな感じで寄ってくんですけど、あんまりみんな相手してくれないの、俺の番だみたいな感じで、うんうんみたいな、なんか適当に私と話してパーンパカーンってやってて、でスタッフに笑われてたんだけど、翔太さんないがしろにされてますねみたいな、もっと構ってくださいよ皆さんってね思ったのが、私は忘れられないボーリング大会でした。Kさんありがとうございます。でさあ、お次はね、愛さんからいただきましたね。愛さんからいただきました。翔太さん、先日はお誕生日おめでとうございました。ありがとうございます。私が今年嬉しかったことは、お、これもボーリングオフ会に参加したことです。夜行バスで向かって行って、飛行機で日帰り、その日次の日に仕事という弾丸行程でしたが、直接会えてとても嬉しかったです。なんだ、嬉しいと思っててくれたんだ、よかった。さっき言った通りですよ、本当。どうですか。でもね、日帰りで弾丸で来てくれた人のことはすごい私も覚えています。でね、ボーリングのレーンのところでね、歌うのがこの時流行ってて、私の中でライブ、バンドのライブもそこでやらせてもらったし、このファンクラブの時はね、確かアコースティックギターで、でいろいろお楽しみで、そのお客さんというか来てくださった中から1名だけ一緒にレーンのところに入ってもらってここで生歌聞いてもらうっていうのとかね、やったよ。面白かったね。ファンクラブの方もね、いろいろちょっとまた面白いこと考えてやろうかなと思うし、なんかやりたいことがあったらね、このラジオの時でもいいから書いてくれたら私覚えておきますよ、という感じでございます。さあ、じゃあちょっと曲を1曲挟みますか。挟みつつ続いていきましょう。どうぞ。聴いていただいた曲は I saw mommy kissing Santa Claus Jackson 5でした。大好きめちゃくちゃ可愛いよね、マイケル。もう途中のあのセリフのとことか、もう俺見たんだってわーみたいな、サンタ見たみたいなこと言って、めっちゃ可愛いから、何これ、こんな可愛かったなんて話してて、いくつマイケルだったりっててね、2人でマイケル・ジャクソンはいつ生まれたんだっけとかって言いながら調べてたんだけど、なんとなく小学校6年生ぐらいでこの歌を歌ってるってすごいよね。いや、私の定番なんです。そうなんですさあ、続いてまたまたね、いきましょうか。本日のテーマお話ししてますよ。2022年あなたの嬉しかったことを教えてというやつを続けてやっております。今度は私これさ、受けて喋っちゃうから長くなっちゃうんだよね。だからこう読んでけばいいんだよ、読んでけばって思うんだけど、つい面白くってね、はしゃいで読んじゃうから、みんなのメッセージが全部いつも読めなくって、すいませんでした。本当ですか。本当にたくさん読んであげたいと思いつつ、いつもごめん。さあ、タカさんです。タカさんからいただきましたよ。タカさんの最後のセリフがいつも好きです。さあ、2022年嬉しかったことですが、ボーリングでしょ、35周年のナオミフェスタでしょ、天白でしょ、ナオミ様に3度会えたことですかね。ボーリングは至近距離で会いましたし、クールダウンイントロからグッときましたよ。ノーボーダーもね、コロナ禍が厳しかった頃を思い出して、もう涙がね、ちょちょぎれてまぶたでこらえた感じでしたって書いてありますよ。そして、先日のテンパックの往復はね、14時間かけた甲斐がありました。すごい、ありがとうございます ね。次回はラバーズのリクエストをお願いしますよ。来年の冬は赤いあれ準備しますね。来年もお会いできることを楽しみにします。ヘバヘバがね、ヘバが読みたい。そうなんですよ、来年私ついに60歳になるので、赤いあれが赤いあれなんですよ。で、今年はね、ピンクのジャケット着てだんだん赤くなっていくっていう話をしてたんだけど、いや、びっくりだよね、自分が60歳になるって。みんなもさ、きっと同じような気持ちだと思うんだけど、いつかなるからみんないつかなるからね。私も全然そんな風に思ってなかったんだけど、まあ昔の私たちがね、子供の頃におばあちゃんたち見て、うわ60歳ってすごいおばあちゃんなんて思ってたのと、ちょっとまた時代は違うのかもしれないんだけど、ね、いやでもほら、60年間分のほら人としての厚みがほら溢れ出てくるんじゃないかと思う。読みなさい、読みます、すいません、読みます、いきますよ。ではでは、力蔵さんの2022年あなたの嬉しかったことを教えては、翔太のファンクラブ企画の私物プレゼントでトラティが当たったこと
そうかそうかそうか、当たったね。そしてファンクラブイベントで翔太の隣に座って1曲聴けたことだね。でシャケさんのライブで翔太がレベッカを歌っているのを聴けたこと、念願の村民に参戦できたこと、テンパックの日に参戦できたことですっていう、ね、来年はもっと会いに行けたらと思ってます。ありがとうございます。力蔵さん、トラティでおいでよ。トラティでね、去年一昨年だったっけかな、夏に私は田村直美のソロの方はモジョストというねファンクラブの方のチームの人たちが、ライブをこう支えてくれてるんだけれども、その中で大阪の、トラティがすっごい流行っちゃって、全員で着てたんですよ、ユニフォームみたいに。物販とか全然関係ないんだよ。でその衣装これにするとかって言って、で関係ないのにスタッフの人も来てて、で私と同じような髪型みんなしてみたいな、なんかそういうね、くだらないことをしてみんなで気持ち盛り上げてたんですけど、で、ね、お客さんからもそれちょっと笑いもあっていいんじゃないかっていうことになったので、ね、ファンクラブの方でプレゼントしたところ、力蔵さんに当たった感じですね。ちょっとおかしいです。さあお次読んでみたいと思います。こう上から順番に読んでるよ今日は。これはレパーディアローさんからいただきました。これは嬉しいとかのところに入ってた、これ嬉しいとかじゃないね、これは、違う、わかんない。でも読んでみたいと思います。大病ありライブありの忙しく楽しい1年でした。今は原因不明の体の痛みでまた入院中ですが、心だけは錦。今日もアプリでこの番組を聞けて嬉しいです。あ、聞いててくれてるんだね、頑張るんだよ。ね、で今年は名古屋に久々に行けて、知多半島をバスで回ったり、国道1号線を名古屋や緑区や豊田市やあたりをドライブに行って、田村さんのライブにも行けたし、それが嬉しかったです。横浜のライブでしょとかね、土橋さんや高橋さんの共演も楽しめたりとかね、 ARB のキースさんやダイヤモンドユカイさんのライブに東北から車で何度も行けたの嬉しかったですみたいな。入院で症状がねマジにひどくて、今月のテンパックに行けなかったのは残念でしたが、だけど死ぬまで後悔ないほど今年は楽しませてもらいましたっていうふうに書いてくれてます。今年1年振り返ってこれとは言えなかったけれども、全体的にいいだろうを支えに頑張ってくるんだよって感じなんだよね。来年5月の12日にテンパックはライブやるからね、それをいらっしゃいね、待ってますっていう感じかな。ではでは、もう一個ぐらいいけそう、ごめんね読めなかった人すみません、もう一枚行ってみたいと思います。これは本名を読んじゃうのかな、前の時はコハちゃんっていうねラジオネームになってたから、コハちゃんね拾ってくれましたよ、エンドちゃんが。さあコハちゃんの2022年あなたの嬉しかったことを教えてですが、今年何があったかなとスマホの写真を見て考えてました。今年は本当に大変な1年だったけど、嬉しかったことも楽しかったこともたくさんあったんだなとしみじみ思ってます。そう、写真見るとね思い出すんだよね。そうです。で中でも嬉しかったのは翔太のライブにたくさん行けたことかな、行ける時に行かねばとたくさん行ったな、いつもライブに行ってパワーと元気をもらい、よし頑張ろうという気になれました、ありがとうございます。そしてテンパックも最高でしたっていう、どのライブも思い出いっぱいで、思い出してたら幸せな気分になって、昨日の駐車違反のステッカー貼られてどっぷり落ち込んでたけど、ようやく立ち直りました。ありがとう、これで年末を駆け抜けられそうですって FA に書いてくれてる。そっか、貼られちゃったか、ね、今本当お前さん多いから気をつけてね、車もね本当に多いと思いますので、皆さん気をつけてくださいね。さあさあ、ではでは、またここで1曲いきましょうかね。ではでは、聴いてください。聴いていただいた曲はフランク・シナトラ、レディスノー、レディスノー、レディスノーでした。ちょっといいよね、こういうのも時々はね。さあ、というわけで、本日のテーマ、2022年あなたの嬉しかったこと教えてっていうのはね、みんな会えて嬉しかったよとか、ライブで会えて嬉しかったよってね、私と全く同じでした。来年もね、たくさん歌いたいと思います。テンパックもね、田村ソロも、年々やっていこうと思うので、皆さんまたまた来てください。ね、読めなかった人、本当にごめんなさい。さあ、というわけで、
ここからはねちょっと近場のライブ情報を、ね、言おうと思うんだけど、いつもねこの、ラジオの翌日はだいたい私ヨガやってるんですけどもまたありますよ、明日12月18日 NHK ヨガでね。今回はごめんなさい、ズームです、うん、1月は今度は対面に会いに行くからね、名古屋まで行きますが、明日はね三角のポーズ取りこなさ、これをね今日の自分の形を見つけるっていうのがテーマなので、いろいろあるんですけど、そんなすごい完成形にしようとか思わないでいいので、自分の気持ちここだっていうのを明日みんなで見つけたいと思います。1月は対面でね、ちょっと面白いタイトルの地球を押す、ね、なんだこれヨガかみたいな感じなんだけど、まあ、そんなこともやってますよ。そして、12月の23日はギタリストのちえちゃんと一緒に久保瑠璃子さんが、ね、主催するガーリフォーリーナイト、3年ぶりなの新宿のジルコーでやりますね。それから翌日24日は名古屋のレイドバックに行きまして、今年もクリスマス恒例の、ね、ライブをやりながら、あとみんなでプレゼントを回すっていうのをいろんな回し方をしてきました。今年はどうするのか24日のお楽しみです。で25日はそのまま、ね、岐阜県に上がっていって、関市のギターマンというところでライブをするんですが、ここちょっとソールドアウトになってしまったので、ごめんね、来るなら名古屋に来いやって感じです。そして明けて2023年1月7日、さっき言ったよね、モジョストというファンクラブをね、やってくださっている方々がいるんですが、そのイベントがあります。新宿のレニーであります。福山雄介さんとかね、ノブさんとか、高橋宏樹さんとか、串田さんとか、もうすごいアニソンの中で、アニソンとハードロックのこうキワキワのところで生きている人たちのところに、私、こう言ってみたいな感じで入るんですけど、どうしようみたいな感じでドキドキしてます。この日なんと、そして1月7日私ラジオなんです。でリハーサルやってラジオやってキワキワのところに帰ります、ね、そして、2023年1月21日は名古屋のエレクトリックレディーランドで田村奈美のソロやります。いつものね北島健二さんとか、大ちゃん、そして田中一光さん、西山さん、いつものね大人なメンツと一緒にロックするっていう、で私が見出してくれたというか育ててくれたエレクトリックレディーランドで35周年の最後の締めをやろうと思ってるので、こっちもすっごいすっごい楽しみにしているので、皆さんぜひぜひ名古屋に集合、東京じゃなくて名古屋に集合、よろしくねそしてね、ちょっと先になるけれども、今日はいっぱいみんながほらテンパークに来てくれて楽しかったって言ってくれたじゃない。来年は365日の1日にならないようにね、もうちょっとたくさんやっていきたいと思いますが、まずはいろいろ決まってきてるからね、まずは5月の12日の金曜日、渋谷のプレジャープレジャーで会いましょう、待ってるよってな感じです。さあ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 、そんな感じでね、今日も楽しかったな、ほんとチュンポ読めなくてごめんねという感じですが、今度は来年か。お送りしてきましたエモーションズビート、そろそろお別れの時間です。次回はね、私1月7日本当に一番最初にやらさせていただきます。テーマはゆるくいこうか、お正月何してたにします。1月7日のテーマはお正月何してたです。さあこの時間のお相手は田村直美でした。今年も本当にありがとうね。この番組は WR レーベルの提供でお送りいたしました。ではでは、また来年で、バイバイ。